みなさん、こんにちは。こちらはモスクワへようこそのガリーナです。この間、お正月の祭りがありましたね。私は毎年、日本人の友達の何人かに、なんかロシアからプレゼントを送って、代わりに日本からプレゼントをいただきます。で、今年も日本人の友達から届き物が来ました。で、この届き物に何が入ってるかというと、今一緒に開けて、なんかビデオを撮ろうかと思ってます。じゃあ、よし、この箱をいただきました。結構重いですね。何が中に入ってるかなと、すごく楽しみにしてます。よし、じゃあ、開けてみましょう。丈夫な箱ですね。よし、来ました。なんだろうね。あー、可愛いものがいっぱいあります。あ、これあのなんかマーカーですね。あのペンって書いてありますけど、あ、すごい。これはなんか書いて消すことができるペンですね。これとても便利ですね。あの私は結構、まあ、カレンダーとかになんか書いたりするとき結構これ使いますから、これとても嬉しいです。色も綺麗ですね。あとこれ、ペンのセット、これこのペンも大好きですね。あのロシアになかなか手に入らないペンです。あの書いて消すことができるペンは珍しいですから、結構日本はこれ当たり前なペンですね。でこのペンは素敵で、なんか色がいっぱいあります。これなんか絵でも描くことができるね。なんかこれなんかやってみたいです。よし、あ、これ確かにハガキ、日本のハガキはすごくかわいいですね。いつもなんか、あ、これかわいい。これ、あ、こう開けてますね。すごい、これすごい。日本のハガキはやっぱり最高ですね。こういうダダーンということができるのは素敵。かわいい。これもありがたいですね。それはあれ、あ、これペン、これは確かにお茶とか入れるためのものかと思って、あれなんというタンブラーみたいな、確かにペンを入れるものですね。これはすごいかわいい。これクマちゃんがあって、でもこれ閉めることができるよね。あのペンのこう閉めて、なんかどっかに持っていくことができるというのは、これ超かわいいですね。便利ですね。すごい。ペンスタンドって、ペンスタンドになるペン消す、ペンスタンドになるペン消すって、うん、面白いですね。ビッグサイズ、すごいかわいい。これもどうもありがとう。やっぱりこれは日本しか買うことができないんですね。こういうかわいいもの、すごい。あとはなんだろうね。なんでしょう、これ。これ、あれ、タオル？ただタオルかな？でもなんでこんな形になるの？これかわいい。こう着ることもできるかなって、ちょっと、まあ、超かわいい、これ。ああ、さすが日本のものはかわいすぎて。すごい、あ、フラッフィー、やっぱりふわふわしてる。あの、すごく、あの、柔らかくて、これ気持ちいい。あれあれ。ふわふわヘア束です。これどういう時に、黄色くなった。あれ、これは頭に、こう、あの、なんか、かけるものですね。ちょっと、着てみます。でもそれは、あれですね。着るんだったら、あ、確かに、多分、あの、マスクとかをするとき着るかな。何のために着るかな。
多分なんか顔にマスクをなんかつけるとき、これはなんか髪が邪魔にならないように着るでしょと思います。ここに何も書いてないんですね。メイクとか洗顔とかって書いてありますね。まあこれ結構なんか使えそうですね。あのこれは役に立つと思います。はーい。これなんだろう。あのアニマルボディスポンジです。これかわいい。これ超かわいい。あれこれなんか基地じゃなくてなんだろうこれ。ちょっと開けてみます。あれ基地みたいなものなんですが、なんだろうなんだろう。いやこれなんだ、これなんか猫と魚のミックスですか。すごい。これなん、これどういう動物ですか。あの日本人の皆さん、これなんでしょう。これ超かわいい、かわいいですが、なんか猫魚魚猫猫猫坂なんとかかわいいです。でこれも気持ちいい。やっぱり日本のものは、あの家でいろんな日本からのものがあると毎日見ると気持ちが良くなるでしょ。なんかあの笑顔笑顔でこういうものを毎日使ったりしたら、やっぱりなんか気持ちがいいと思いますね。すごい日本のデザインが大好きです。これは確かにお風呂の種類かな。コンフォートローズ、コンフォート、あコンフォートローズか。やっぱりお風呂に入れる種類ですね。私はお風呂が大好きですね。でいつも友達になんかお風呂のための種類を送ってくださいねっていうあの願いをしますから、やっぱり日本のお風呂のため の, あのものは素敵で、なんか匂いも美味しいですし、あと肌にとてもいいですから、これ使いたいですね。なんかローズとかなんかいろいろあって、これも本当にどうもありがとうございます。これは必ず使います。あとは何だろう、これ箱に入ってる、あこれもアロマスパークリングって、あこれもお風呂のためのですね。ファイン、グレープフルーツとか、グレープフルーツとかジャスミンとかユズ、ラベンダーとかフォレストとか、なんかローズモイストとか、これすごく楽しみにしてます。よし、なんかあ今夜お風呂に入りたいです。これを全部使ってみたいです。あとはこれなんだろう、箱に入ってるものなんですが、なんか重い、よし開けてみます。これ開けてみます。なんだろうね、これ食べ物か、なんか飾りのためのものか、日本の箱を見るとわからないんですね。なんか食べ物でもおしゃれな箱に入ったりすることがありますから。あ、やっぱり食べ物です。スイートポテイトって書いてあります。スイートポテイトはロシアにも珍しいですね。日本は結構人気ですが、あのなんか後で家族と食べてみます。スイートポテイト、日本のスイートポテイトはすごく美味しいです。大好きですね。これも嬉しいです。あこれ、うん、これが大好きですね。あのなんていう、化粧水かあれスクラブみたいなものですね。あのこれはとても人気です。これもう5年前から ずっと使ってます。これもすごくあのなんか本当にすごいだと思います。あのロシアに同じのような種類をなんかなかなか見つからないですね。これ本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。これはありがとうって書いてありますけど、これは確かにおかしいと思いますね。
しいと思いますから、じゃあこれも後で友達と家族と一緒に食べます。よし、これで以上です。終わり終わりました。いやー、可愛いものがいっぱいあって本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。どうもありがとうございました。私も毎年なんか日本人にもなんか可愛いものを送ったりしますから、やっぱりお正月にこういうプレゼントは素敵だと思いますね。 なかなかロシアで買うことができなくて、なんか日本だけしかない可愛いものをお正月にもらうのは本当に素敵だと思いますね。皆さんはどう思いますか？よし、じゃあこの先いただいたプレゼントをこれから使ってみます。どうもありがとうございました。よし、ではこれで終わりです。パカパカー。